それでは安倍内閣総理大臣お願いいたします。東京大会まで間もなく3年となります。大会の成功のためには東京都、組織委員会、国、さらには関係自治体が一体となって準備を進めていく必要があります。今般昨年度までの政府の取り組み状況について国会報告を取りまとめたところですが、今後国として各策の進捗管理を徹底しながら取り組みを加速させていきたいと思います。例えば大会移送については市民生活や経済活動に与える影響を最小限にする必要があります。このため大会輸送と一般交通の適切な共存を図る観点から、昨日交通輸送円滑化推進会議を立ち上げました。これにより経済界とも一体となって対策を実施していきます。大会開催経費の費用分担の問題についても先般丸川大臣に国として直ちに調整に入るよう指示いたしました。大会の円滑な準備のため開催経費全体について関係者間で精力的に調整を進めてもらいたいと思います。2019年に開催されるラグビーワールドカップともしっかりと連携し、東京大会を世界一の大会とすべく、まさにチームジャパンとして取り組む必要があります。閣僚の皆様におかれましてはさらなるご尽力をお願いいたします。ありがとうございました。それでは報道関係者の皆さん、大変恐縮ですが。